とレトロゲームチャンネルです。では弊社でもプロフェッショナルシーンをやっていきたいと思います。でワンハンドル専用コントローラーでやっています。パッキーとオーバーガードスタートボタンを押してください。40分ぐらいかかるかな。最高速度は240キロ。まあ、秋田から大曲がりは電車で交通でも同じ。ボーナスくれますね、発車ボーナス。制限55で、制限55、第三兵器進行。まあこんな感じですかね。制限80で、制限80。制限第2レース進行出してもダメか。あ、120まで出したい。第一並行進行。本日は JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は秋田新幹線小町号東京行きです。盛岡で山彦号と連結をいたします。次の大曲がりから電車の進行方向が変わります。次は大曲がりに止まります。次制限90だったね。本線出発進行。先手ブレーキかけちゃって平均全平均進行ダメだ。ご乗車ありがとうございます。この電車は秋田新幹線小町12号東京行きです。新川崎までの停車駅は大曲がり、勝野田で、田沢湖、盛岡です。次は大曲がりに止まります。110身長5キロでいい。あと30、あ、90キロぐらいにしたい。本線場内進行、和田通過。まあ、80キロ本線で、本線出発進行。ほう、はい、早い。次、大張り。制限90進行。制限90。制限90。第一兵器進行。確かこのくらいだね。まあ、この辺でどうでしょう。あ、110。本線上張り進行が。本線は110だっけ。でもちょっとブレーキかけないとまずい。本線出発進行。制限80、第4兵器進行。ここがね、厄介。制限80。制限90。第3兵器進行。制限100。あ、95キロくらいでした。本線中継進行。第2兵器進行。110くらい出しておきたい。120。
110回本線場内進行動作会通過、まあ、で達成そうかもしれない。あでも次に内川さん制限90が本線出発進行平均あ平均だ第三兵卒進行平面90制限90本線中継進行第二兵卒進行あのっき3でもスピードが上がんない平面解除第一兵卒進行120くらいでどうでしょう110か本線場内進行こんなもんでどうでしょう峰吉川通過本線出発進行平均おお、と、うまくいったね第一兵卒進行上の100くらいかああダメか120以上出さないとダメだ本線場内進行有馬の通過これは遅れるね本線出発進行2、3引く次が1、2、5進行あと40第一兵卒進行とりあえず130出しておいて200.98かな神宮寺通過本線出発進行100キロ失礼なんですね第二兵卒進行平面100まもなく大曲がりです大雨本線田沢湖線は折り返ると大曲がりの次は勝野立に止まります平面解除そろそろブレーキかけて 200m で制限15がある本線場内進行ああーマスコイにしちゃった大曲がり停車平面50度セクション区間でマスコン入れちゃいました半熟なあと10秒しかそれでも39あるけど何キロ出すの第一兵卒進行85
80。制限解除。まあ90キロ出せばいいの。100にしてみる。内進行。北大曲がりを通過。本線出発運行。あれ、ダメか。本線城内進行。90キロかな。90キロでもいいか。宇野四谷通過。本線出発運行。全然手つ取れん。ここは緩めた方がいい。20。あ、ダメか。本線城内進行。やりみない通過。やべ、ミスった。本線出発運行。3、4。難しいね。あと20、120出さないとダメだ。本線城内進行。宇野長野通過。本線出発進行。進行とすると第一並行進行。本線城内進行。まもなく角の立てです。秋田内陸中間鉄道はこの時間です。角野田の次は金沢に停まります。全員出発です。全員角野田。第一停止進行。本線城内進行。角野田停車。350m/75。しかし全然定数取れない、ね、12cm 行き過ぎてる。進行制限75。制限75。80キロできない。進行。まあ80キロ。85にしといて94キロくらい。これでどうでしょう。焦点通過。あ、焦点っていうの。本線出発進行。4321。やっとだ。制限90あんだね。あ、ないのか。
あと20。本線場内進行。やべ、また遅れなく。神代本線出発進行。で、次制限90。制限90。やべ、これはやばい。内容閉鎖進行。おお、ギリギリ間に合った。第三閉鎖進行。ここからセクション区間。じゃあちょっと当てっといて、この辺に。第2兵器進行で制限90。第1兵器進行90。本線場内進行。あ、そんなことでしょ。本線出発進行。まもなく田沢湖です。田沢湖の次は森岡に止まります。 Ladies and gentlemen, we will make a brief stop at 田沢湖。 The next stop after 田沢湖will be 森岡。この辺でブレーキかけて、本線中継進行。あ、本線場内進行。制限75。この辺でブレーキかけちゃって、田沢湖停車。あと時間まで。6秒遅れか。さっき9秒遅れだったよね、大曲がりは。結構難しいね、これ。次が盛岡？停車駅は盛岡でいいのかな？あれ、ビルしちゃってる。制限は15。制限第2兵器進行。はい、とりあえず80キロまで出して、第1兵器進行。120キロか。120キロまで出して、ダメか、ダメか、ダメか。本線中継進行。本線上陽進行。行こう。第一兵器進行。結構警笛鳴らすね。
線場内進行。本線出発進行。第二閉鎖進行。第一閉鎖進行。あ、やばいなこれ。本線合計進行。赤渕本線上に進行。おい。あ、鹿がい。本線出発進行。二等区で。第三十キロ進行。場内進行。アルキバー通過。本線出発進行。平均パオコチ雫石。とスピードとした方が本線場内進行。雫石通過。本線出発進行。あ、ほんやばい。第2ゲート進行。第1ゲート進行。120、本線上に進行。小岩井で続け。本線出発進行。3大釜第一閉鎖進行。盛岡です。東北本線、花輪線、山田線は、お乗り換えです。盛岡で、山美高校に連結をいたします。盛岡の次は、新花巻に止まります。東北自動車。この電車、盛岡で東北新幹線やまび5号と連結をいたします。3度ほど停車いたします。40メートル手前、3メートル手前、そして連結となります。連結後にドアが開きます。ドアが開くまでしばらくお待ちください。そろそろ本線場内進行。でセクション点でブレーキかけちゃって、あ、結構早い。盛岡停車。で30キロまで落として。大丈夫か。4、3。で連結に行く。英語準備完了です。サムレでは一旦停車に進行です。5キロまで走って。前おらー。前おらー。前おらー。あ、6キロ。前おらー。
マヨラオッケーの前出してマヨラマヨラマヨラ2メートル付近で電話止まれ止まれ5メートル付近でちょっとブレーキをやってマヨラマヨラはい、はい、2メーターはい、1メーターいい、これで英語完了。おお、17秒もくれ。英語完了か。あ、5センチだったのか。で、次が新花山彦12号と小町12号東京行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。あ、こっからは ATC 新花210系ですね。マックスか。2階建て新幹線。本日は JR 東日本をご利用いただきましてありがとうございます。この電車はやまびこ号小町号東京行きです。次は新原町に止まります。 Ladies and gentlemen, welcome aboard Yamabiko Komachi Super Express。 まあ全然定数通りてないからな。ダイヤを守るっていう心の評価は低いだろうね。お客様にご案内申し上げます。スキー、スノーボードなどお持ちのお客様はデッキに備え付けの荷物置き場においでください。なお安全のためベルトをしっかりとお締めください。ご協力をお願いいたします。210キロなんて、そうだ。もし読んで、こんな感じか。約40キロ。140キロまで出せん。もし読んでも、あ、もし読んだとまあ分かんない。まあ、こんなもんでどうでしょう。あんまり風景はあんまり変わらないですね。まあ、変わりっぱいのない風景と言いますか。210それでと160キロ。180で ATC30 だからちょっと上手に落としといて、
新花巻停車。あと1分近くある。まあだからね、15分今14。あと30。まあこんな感じで落としていって、やべ、12秒早くついちゃった。まあ全区間走破したからまあいいでしょう。まあクリアできればいいや。あ、俺もセンチ。前線の配慮73か。はい、名前です。
乗務完了です。あ、なんとかクリアできたね。で、セーブして、金星になってる。セーブ中です。セーブが終了しました。まあ、金星になってるでしょう。あ、なってますね。まあ、といったところで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。